2018年ダリガ・ナザルバイバは、カザフスタンの政治家、前上院議長、同国初代大統領、ヌルスルタン、ナザルバイフの長女、男子のいないナザルバイフにとって、有力な後継者候補とみなされている。1963年、ソビエト連邦カザフスタンテマーを生まれ、ロモノソフ名称モスクワ国立大学歴史学部を、卒業。 1991年、準博士。1998年に、博士号を取得。1992年、自動事前財団、ボベク副総裁。1994年、閉鎖型株式会社、ハバルエージェント社長。2001年から2006年5月、ハバル会長。2003年11月、国際現代政治研究所オブザーバー会議議長。2004年、 アサル党党首。2006年7月4日、オタン党副議長。2007年7月から、ヌルバンク役員。2019年3月20日、大統領に昇格したカシムジョマルトトカエフの後任として、カザフスタン議会元老院議長に就任したが、翌2020年5月2日に、大統領府よりダリガの解任が発表され、 5月4日には、中央選挙委員会の決定で、上院議員資格を抹消された。外務第一次官のラハト・アリエフと結婚したが、夫の基礎と関連して2007年6月6日に、離婚。二男一女を有する。アマチュアのオペラ歌手であり、ボーカルレッスンを受け、イベントで歌ったりリサイタルを開いている。政治科学博士。カザフ語、ロシア語、英語、イタリア語を話す。 パラサト勲章を受賞、2009年4月、フランスのオルドル・デアー・ツイ・デレットルを受賞、カザフスタン・ジャーナリスト会議議長。国家テレビ芸術、科学アカデミー国際会議役員、ユーラシア戦略研究センター総裁。ユネスコ問題国会委員会委員。ユーラシアテレフォーラム共同議長。スポーツ専門学校連盟総裁。電撃辞任のカザフ前大統領の長女。 上院議長に、後継への布石化。AFB 通信。https コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュッシュスラッシュ32167612019年3月20日閲覧。カザフスタン大統領、前大統領長女上院議長職から解任。日本経済新聞。https r 日経 .com アーティクルジャックスムズ58767280千二百八十 S、RA、500百 C ネ FF80002020 年5月3日閲覧ダリガナザルバイは上院議長会任公認には大統領府副長官日本貿易振興機構 https://www.getro.go.jp:/biznews:/2020/05/1aqb8e283938aht.html2020 年5月9日閲覧ありがとうございます。<laughs>